夕日に照らされたエリです、今日はこれからのプライズテスト、テクニカルクラウンに向けて総合括弧のポイントを、お伝えしたいなと思います。総合括弧のポイントとしては、やっぱジャッジの方はスタートからゴールまでしっかりスピードを落とさずつなげてこれたかとか、大回りから中回り、小回り、ビルランデのリズム変化を視点として見ていると思うので、そこをポイント落とさず、もう加点ぐらいの勢いで滑れるように、ちょっとポイントをね、コツを教えていきたいと思います。それではレッツゴー。総合括弧で、失敗したなって思う点としては、スピードが落ちてゴールしてしまった、リズム変化で体が浮き上がってしまった、全然リズム変化したつもりでも全然変化されていなかった、小さな甲が軽くなってしまったとかっていうところがあると思います。ちょっとその感じを襟なりの、これはダメかなっていうのを滑ってみるので、ちょっとご覧ください。意識してダメポイントを滑ったのは、リズム変化でジャッジャッとブレーキング要素が出てしまい、スピードが途中遅くなる、そこからのギルランデが突っ立ってしまって、軽いギルランデでターン終わって暴走して終わるっていうのをちょっとやってみました。これを抑えるためのポイントをこれから紹介していきます。では総合括弧の中のリズム変化なんですけど、姿勢が高くなってしまう方って結構いらっしゃると思うんです。結構大回りは低めにギューっていくんですけど、リズム変化でふっと高くなって抜けてしまう、ここを抑えるためのちょっとハウトゥー紹介していきます。このような緩斜面でいいので、クローチング姿勢でいきましょう。で、低いポジションでこのままリズム変化をしていきたいと思います。大回り、中回り、小回りっていうのをこの姿勢のままいきます。では滑ってみます。はい、ではスタートします。しっかりスピードをつけるために漕いでスタートしましょう。で、クローチングを組んで低い姿勢のまま、しっかりギューっと乗っ、外足に乗って、ターン高が小さくなっても低い姿勢のままギュンギュンギュンと乗っていきましょう。はい。というようにしっかり重みを乗せてターン高を変えていきましょう。では、ギルランデを入れたいなって方もいると思うんですけど。ギルランデするときに結構上体が上に抜けてギルランデして、暴走してしまうって人もいると思うので、ギルランデも低いポジションのまま、ほんとストックつくだけな感じ、イメージでいいと思います。ちょっとこのギルランデの練習っていうのもね、シャドウあるのところでやってみたいと思うので、ご覧ください。山回りしてギルランで入ります。ギューン、低いままギュン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 。はい、ではギルランでアップでいきます。ギューン乗ってきてギュン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 。総括でスピードが落ちないためにリズム変化に入る時のポイントっていうのがあって、その前のターンの山回りをしっかりして
ターンをしっかり終えてからリズム変化に入るっていうのがポイントです。そこがちょっとおろそかになるとジャッジャッとずらしてリズム変化になってしまったり、逆に暴走してリズム変化に入ってその後もスピードがどんどん出てしまって自分の演技ができないってことになってしまうので、リズム変化の前のターンの山回りをちょっと丁寧に行ってみましょう。はい、ではワンターンずつ行きます。しっかり山回りをしてターンを仕上げてから中回りに入ります。山回りを仕上げてから中回り、はい、っていう感じです。次は山回りしてからギルランデで入っていきます。山回りしてからギルランデ、はい、では総合格好いきます。しっかりスタートからゴールまでスピードをつなげて、リズム変化の時は上体が上がったりしないように低いポジションのままリズム変化を入れてスピードとターンをつなげていきましょう。ぜひ実践してみてください。今日は総合滑降のリズム変化のポイントをご紹介いたしました。バーン状況とかシャドー変化とかいろんな状況に合わせてどこでリズム変化を入れるのかっていうのもジャッジへの見せ場になるので、しっかりコースインスペクションとか下見とかをして総合滑降に挑んでみてください。ポジションは低くです。皆さんの健闘をお祈りいたします。では See you。お、来た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 、でかいでかいでかい、これはでかい、やばいやばい、どうしよう、こっちで、そこに木があるから、あ、おーでかい、これは行ったかも、行ったかも、これしっかりくれ、上がるね、オッケー、これ来たっしょ、尺来たっしょ、これ、おお、やばい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 、でかい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 、あーと危ねえ、外れた、来た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 、でかい、これはでかい、30あるんじゃない、ちょうど、ちょっと後で測りましょう、ちょうど竿のグリップぐらいありますね、やった、でかいの来た。